よっしゃ、ゲームやっていくぜ。どうも、ライスゲームズのライスです。やっべ、スプラトゥーンとときめもやりすぎて、ちょっと1週間ぶりのバイオハザードなんだけど、何していいかさっぱりわかんねえな。なんかもうそろそろ終わるみたいなことを言ってたような気がするよな。ほら、みんな左下見てくださいよ、ロゴがなくなりましたよ。多分これ別の実況で言ったと思うんですけど、いや買っちゃったんだよ結局な、ライセンスキーをな、もうわかんなくてな。ここで戦ったんだよな、ゾンビと。それは一応覚えてる。こっちなんだっけ、とりあえず行ってみようか。あのな、意外とな、ときめものな、編集が結構大変でな、結構カットしてるんだよあれ。なんか意外とちょいちょい、あ、まさきよりか、ちょいちょいな、あれなんだよ、ロードが長いからさ、こうどこをどうカットすればいいかわからんし、でカットするにも、なんだろう、カットするから、あのなんだ、結構長く録画してんだよね。40分のところを、まあ、15分とかにこう短くするんだ。お、ここはもう落ちてんじゃない、あいつ、誰だっけ、ジュン、ジュン、ジョン、ジョン、ジュン、ジョン、わからんわ名前忘れちゃったよ。あー、これね、あー、これどこだっけ、どっかで拾うんだよな。とりあえず青いとこ行ってみようか。いやでもときめも面白いけどな、なんか予想とは違うな。もうちょっとな、連続でキュンキュンするんかと思ったら全然キュンキュンしないもんな。あー、かわいいっていうのがないな、あんまり。何、そう、あー、なんかあれか、メインフューズのあれがいるんか。なんか音楽が怖いな。そっか、あ、この中にあったと思うよ、確か。確かこの中に何かがあったはーず。もうそれに比べてバイオハザードは全然編集しないから超楽なんだよな。おーい、でときめもやるのはいいけど編集がめんどくせえというね。まあいいんだけどさ、編集そんな時間かけないから。けどな、マジでな、スプラトゥーン勝てんすぎてね、もう最近やってないもんな。もう勝てねえもん。あれ、お、来た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 。本当にスプラトゥーン勝てないからさ、もうちょっとね、C ランク、C ランクじゃねえよ、誰だっけ、あ、そう、C ランク、マイナス C ランクでもう、もう強いやつばっかりだから、ちょっと一旦放置かなと。思ってね、やってるんだけどね、長いぞ。えい、メインフューズで、これをあそこの真ん中につけるんだよな。オッケーオッケー、じゃあそこまでカット。よし、ここまで来ました。でこれを使うとオッケー、でこれで電源が入るんだよな。ていうかさ、ダメージ食らってるからちょっと回復薬使っとこう。よし、いつ死ぬかわかんねえから、突然唐突し死ぬから。あれ、さっき青いとこ行ったんか。じゃあ青いとこ先行こう。青いところの、あの右側のな、シャッターと、あの開かなかったドアのとこ行かなきゃな。いやー、でもなー、ギャルゲーのね、初代がね、あんな感じとは思わんかな。結構難しいという。しかも怒られるときすっげえ、もう普通にドーンって怒られるから、ね、もう、あんた最低みたいな感じで怒られるからめっちゃびっくりしたもんな。今のギャルゲーはもうそういうことがあんまりないもんな。あれ、あー、無理だろうどうせ。はい、知ってます。いいえ、はい、じゃあちょっと赤いとこ行こうかな。じゃあ赤いところまでカットします。はい、でここまで来ました。でここだとは出ないね。 OKOKOK、これは前回と変わってないな、レオン編とね。うお、危ねえ、あぶねえ、めっちゃ危なかった今。とりあえず右側行こう。右側も確か行けるはず。オッケーオッケー。で、なんかショットガンかなんかと取れるんやったっけ、あんま覚えてねえな。あー、待って、バカ野郎。あ、なんかある、なんか光ってる、なんか光ってる。はい、先に。はい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 、どうぞ。はい、オッケー。おお、死ね。ほら、オッケー。蹴るのいいよね。でこれは、あ、これマスターキーか。これでドアに入れるな。イエーイ。オッケーオッケー。で、これ上から行けるんかな？火炎放射器で、ん？火炎放射器やっけ？
いや、いけ、ここら辺ぐらいからさ。おお、いけた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 。多分隣のドアは閉まってるような気がするからね。でもレオンが確か燃えた。燃やしたはずだよ、バカ野郎。もう一発バカ野郎。あ、びっくりするわ。ほんとびっくりするわ。じゃあこっちは。ここは何もないんか。あ、これなんかあるぞ、絶対。これ絶対なんかあったような気がする。あ、グレネード弾2つか。いいね。いいね。グレネード弾2つはめっちゃ役に立つな。こっちの方が簡単なんかな？クリア編の方が。そんな感じがする。ああ、まあインクリボンはいらんな。さあ、マスターキーを取ったから、入れなかったね、扉にちょっと行こうかなと思ってます。植物の奥のところも行きたいな。とりあえずあいつらぶっ殺してから。うわ、待って、なんか一撃一撃一撃。オッケー、これ一撃でしょ。あー、待って、痛い。死んだ。毒受けたんじゃない？あー、毒受けてる。ちょっとブルーハブじゃない、ブルーハブか。ブルーハブちょっと飲み行こう。もうね、こういう時は速攻でね、飲むのが大事だな。とりあえず近くにあるのは速攻で飲むべし。バイオハザード、ウィキペディアでちょっと調べたんですけど、攻略じゃなくて普通の、どんなシリーズがあるんかなと思ったら、ワン、ツー、スリー、また、ワン、ツー、スリーがプレステで、なんだよ、いいじゃねえかよ。ワン、ツー、スリーがあって、で、なんか特別編が、ま、おお、やべやべやべ。特別編がいっぱいあってみたいな感じだったから、なんかね、シリーズがいっぱいあるんだよな。とりあえず1、2、3、4、5、6、7まではあるんだけど、その中の、うわー、待って、オッケー、3以降からちょっとね、シリーズもんが多くてめちゃくちゃなんだよ。ゼロもあれば、なんかオペレーションズみたいな変なそういう名前のやつもあるし、なんかいっぱいあるんだよな。だからね、まあ3まではとりあえずしようかなと思っております。ただ、そこからはどうしようかなみたいな、こんな感じで考えております。まあもうちょっとな、やってほしいっていうやつがあればいいんだけど、いいんだけど、アタック、いいんだけど。お、外した。あいつ何しよん あいつ何しよん。うわ、こいつ来れないやつだよな。うわ、ダッセーなー。はい、どうすこーい。あ、来た。よいしょ、オッケー、完璧。いいね。うわー、バカ野郎、バカ野郎。オッケー。これ結構食らったんじゃない？回復しよっか。オッケー、これでフルマックスだろ。マックスマックス。じゃあ、これハーブ取っておこう。結構、もう回復薬ねえな。回復薬、おー、ハーブいっぱいあるじゃん。合体させておこうかな。で、このもう一つは悪で取ろう。おい、オッケー。あ、これマスターキーだっけ？マスターキーだった気がする。あれ、頑丈なシャッター、あれ、マスターキーじゃなかったかな。奥だな、そしたら。でもワン、ツー、スリーって全部物語決まってんのかな。決まってんの、続いてんのかな、全部。続きみたいな感じで。やっぱ、総選とね、ワンからやった理由がないしな。多分続いてるだろうと思うけど、でもまあ、あんまり関連性はないような気がするけど、よっしゃ、地図いいね。あ、そっか、ここで、またアイテム回収とあれができるか。まあ別にいいかな。まだ開けてないところあるしな。青い奥のところのカードキーでまだ開けてないし、奥のところ。あと別のところも多分行ってないところがあったような気がするけど、なんか来そうだなー。左側は意味ねえんだよな、あそこ。あそこ意味ないし。お、レターバンじゃん。うわー。まあ、取っておくか、後で。とりあえずこっちになんかあるかな。なんかありそうな感じはするんだけどな。これは死体のあれか。あ、鍵さえあれば。鍵さえあればって、お前鍵キーピングできるだろ。できないのか。お、スプレーか。取らなきゃよかった。絶対なんかいるじゃん、これ。ちょっとダメージ食らっておくか。あえてダメージ食らおうか。一回ダメージ食らおう。一回あえてダメージ食らってからの、うっ、死んでんのか。お、一発やん。いっぱいいるじゃないか。
あー待てよ、ダメージここで食らえばよかったな。ちょっと捕まって、よいしょ。で敵がいっぱい集まったところでやるから、もう一回捕まって押すと、そして、あやべ、もう無理だ。ちょ待って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 、冷静に行こう、冷静に。1,2,3,4! お、結構死んだんじゃない？あ、まだいるな。オッケー。おい。うお、なんだよ、頭ドーン。オッケー。やっぱ近づいて殺さんとな。で、スプレーは使わんといけんけど、とりあえず探索だな。確かここに鍵あったと思うんだけどな。あ、なんか番号言えるんだっけ？てかね、もうレオン編とクレア編がね、ちょっとね、同じ感じなのがちょっとダメだな。じゃあやば、使っとこう。こっち使おう。スプレーの方が多分強そうだな。おい、動力室。あ、動力室って、あそこか。あそこのでっかいシャッターみたいなとこか。鍵が今なんて書いてた？鍵がないからな。鍵どこだ？シャッ、動力室の中か。ここなんもなさそうだもんな。やべえ、なんも起きねえぞ。バイオハザードじゃねえぞこんな。とりあえず鍵ないな。とりあえず動力室開けるか。マスターキーも使わんといけんしな。行くとこいっぱいあるな。とりあえずマスターキーと、でも奥は意味ないから、奥は意味ないの知ってるんだよ。実はイベントがあったりしてな、クリア編では。あー、イベントがあるかもしれんけど、行っとこうか。いや待てよ、アイテムがいっぱいなんだよな。てか、ブルーのあれがあるからね。あ、待てよ、いや鍵持ってるから先に鍵開けて、あの全部使っちゃおう。鍵邪魔だからな。わわわ、もうこれもうキラキラキラ、もうこいつはキラ、うわ、もうキラキラ、もうキラ、もうキラ、ウジ虫大嫌いだから、前回も言ってるやつ。でこれ多分奥になんかガがおるのと、なんか奥にあるかのような気がするけど、でこれでパソコンを起動しまーす。このユーザー名がわかんねえんだよな。結局これ、あ、痛い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 。これ前回もな、分かんなくてそのまま放置したんだよな。まあ弾もったいないから次に行こうかなと思ってます。よいしょ。でも実際な、まあ多分最初ら辺の方で、まあ、攻略サイトをチラチラって覗いた時に、クレア編裏と思って、レオン編裏と思ってみたいなのがあるから、おそらくね、マルチエンドっていうのは予想できたんですけどね。まあまあ、そういうのがまたあるんじゃないかなと思って、まあ、もしね、それがあるなら、まあ、1と同様、まあ、カットしつつ、あれだな、カットしながら、まあ、いろんな、ね、そのロケットランチャーとかをやってみたいなと思うんですけど、無限ロケットランチャーとかあるならね。はい。アンナット、There's Sherry. Sherry? あ、どっか行っちゃったんだよな。But I asked her, and she's never even heard of the G virus before. あれ、どっか行ったんだ。Which room? Tell me. めっちゃ必死だな。Sherry. お。No. やばいよ。Annette.The samples inside the pendant Sherry's wearing. は？ペンダントの中だと？いや、それは知らんわ。今の子どこにおるん？でもとりあえずカードキーあるから、とりあえず行けるとこ行こう。今の場所はあれだ、画面上だけじゃわかんねえ。さすがに、さすがの俺でもわかんねえぞ。うわーっと、バッキングした、バカ野郎バカ野郎。オッケー、びっくりするわ。よいしょ、とりあえずここまで来ました。多分ここでカードキーが、おー、使える。この鍵はもう必要ないようだ。 OK、 やっぱりね、確かカードは2つ、2箇所しか使わないと思ってたよ。
で、ここは、あー、ここか。鍵あるんだな。わー、危ねえ。危ないよ、バカ野郎。バカ野郎。やばい。お、危ねえ。で、ここは、スイッチよね。オッケー。ここあれなのよ。ちょっと難易度上がってるって感じなんだよね。まあ、実際、ロケランみたいな感じだから、グレネードランチャーがね、かなり強いから。ウェーイ、グレネードラン。鍵、ここに鍵あったような気がしたんだけど、レオン編では確かここで鍵を手に入れたんだけど、弾だけか、マジか。待てよ、暗くてあれなんかな。だからこっちなんか、あれ、何もないか。あれ、鍵なかったっけ。やべえ、もう行くとこないんだけど、もうすでに行くとこないんだけど、やばいぞ。お、エレベーターがあった。なんだよ、エレベーターがあったじゃないか。全然気づかなかった。ここエレベーターやったんや。わー、ずっとマスターキーのずーっとやりよったわ。はぁ、これどこ行くんとかずーっとやりよったわ。なんだ、エレベーターだったのか。あ、ここ来たことないじゃないか。おーっと、実は来たことあるっぽいぞ。あれ、来たことあるぞ。あれ、なんか覚えてるぞ。あれ、覚えてるぞ。動力キーをどこで使うかわかんねえんだよな。ずーっと迷って来てるんだよな。 あ、ここか。あの、ここ来たしな。これなんだっけ。ああ、箱か。なんか行くとこないんだよな。動力キーをどこで使えばいいかさっぱりわかんないんだよな。あ、早くリフト。はい。てか、あいつどこ行った。シェリーどこ行ったんだよ。タイラントやったっけ、あのデカプツ。タイラントでよかった気がするけどさ、あいつどこ行っちゃったんだよ。死んでるしよ。おい、あ、セーブか。ここでセーブは必要ないしな。来たー、やっと来た。こんなんわかるか。普通に攻略見たわ。な、こんなところ登れるとこ二日思わんわ。なんだよ、こんなところにさ、確かにさ、あったけどさ、気づかんわ、こんな。いや、まさかあんな長い道を、いや、まさか、このコンテナを押していくなんて思わなかった。めっちゃ時間かかった。めっちゃ時間かかった。めっちゃマジで。うおーほー、セーブしてー。あ、これ来るんじゃない。来たや、シェリー、タイラン来たよ、タイランとか。あの映像からこの時間まで30分は言い過ぎだな。20分はかかってるから。ほわーだ、イエーイ、ウェーイ。あ、そんなとこが来たの、すごいね。よっしゃ、行くぜ、逃げるぜ。あ、これもしかして逃げないパターン。ゲーイ。あ、ターミネーター。ターミネーターどころの話じゃなかったの。あ、爆発装置、マジで。セーブしていいっすか。セーブしていいっすか。今収録52分ぐらいやってるから、これ死んだらやばいよ。あそこな、植物のところや。うわー、ターミネーターみたいな感じでドゥドゥンドゥドゥドゥンって親指だけ残して死ぬとかじゃないやな。一瞬にして死んだな。ストーンやったな、びっくりやな。よーし、じゃあ今回はここまでにして、セーブしてやめたいと思います。ここは多分急がなくてもいいんのだろう。あ、はっ、なんか出てきた、なんか来たよ。博士だろあれ。シェリー、 Where is she? どこへ行ったのかしら。
そんなん知らん。でセーブすると、うわーもう BGM がすげえ忙しそうな BGM。 まあ俺もうセーブして終わるけどね、今回のパートは。さすがにちょっとセーブしたい、マジでセーブしたい、ガチでセーブしたい。マジでね、めっちゃ悩んだからね。もうどこで動力の鍵を使うか分かんないし、変なところにドアはあるし、だがしかし変なところにリフトはあるし、ここだろ絶対みたいな。でもどこをやっていくか分からんなみたいな。パッて調べたら、あ、ここからかいみたいな。しかも押すのめんどくさみたいな。あ、でもこれエレベーター乗れるの？こういう緊急事態ってエレベーター乗れない時の方が多いよな。だって火事とかさあったらさ、ね、こうエレベーター動かなくなって、まあ緊急のその非常階段で行くみたいなのがね普通だけど。でこのマスターキー結局取ってないけど大丈夫かな。おっ、 BGM がかっこいいぞ。なんか勝利の BGM みたいな、そんな感じだな。はい、ということで、今回はここまでにしたいと思います。いやー今回実はすげー時間かかってるんだよっていうのもね、まあ何回も言ったんだけど、本当にね結構ね時間かかったわ。はい、ということで今回はここまでにしたいと思います。いやー今回で、あ、裏って書いておや、ここにクレア裏って。あー、なるほどね。あ、レオン編で表、レオン編から続いてあれだったら裏になるんか。最初から裏だけど大丈夫かな。まあいいや。ということで今回はここまでにしたいと思います。ではここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。じゃあねー。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで今後もよろしくお願いします。じゃあねー。